あわら温泉。およそ300m 先、あわら交番前を右方向です。ゆっくりパックして。はい。OK。社長が前出すぎたからバスが通れなくて今そう困ってましたよ。そうだよ。グランディア、こっちに入る。方線右、そうこっち。こっち入って。社長到着しました。グランディア方線本日のお宿でございます。やったー。安全運転ありがとうございました。はい。駐車するのが誰かにしてもこれがしてあげるかもしれない。はい、お願いします。去年の11月にリニューアルオープンしました。なんかすごい綺麗だなと思ったら、こちらでございます。はい、私たちの本日の部屋を紹介したいと思います。玄関すごい広いもんね。そうだね。はい、でこちらはメインの部屋になります。モダンな和室と半分洋室になっているみたいなところだね。外のなんかすっごい広い窓を作って、その前に畳がついたソファー。和モダンスタイルでめっちゃ落ち着く感じだね。でもこれだけじゃないんですよ。こっちはまた別の部屋があるってことですね。おお、仕事部屋があるんだ。そう、タカが今日の夜にちゃんと編集ができるように集中スペースがありますよ。皆さんどう思いますか、この社長の働かせ方。部下を何とも思ってないこのブラック企業の社長はおそらくこういう女性なんでしょうね。ここはめちゃめちゃブラック企業だよ。俺はいつも夜ご飯食べてビール飲んだ後も仕事をさせられてますよ。そうだよ。広っ。とか扉でか、ここ。そう、一枚扉で。で、まだあるお部屋。いや、まあここお風呂だけどめっちゃおしゃれだよ。なるほどね。だから見せたいなと思って。まあ本当に、おダブルシンク。そうで、モダンで、これだよ。これはトイレだよ。あ、トイレ。でもかっこいいトイレだよ。おお、広っ。なんかトイレが広い。そう、布団敷けるよ、1枚。やだよ。これが部屋紹介でした。あ、うわ、めっちゃ景色いいじゃん、こっちからの。でしょ。もう全面窓になってくからいいね。そう、あの窓がめちゃめちゃいいよ。最高だね。あれもないし、ということで、この後の予定はどうですか。ラウンジ行ってちょっと飲んで、飲みすぎるとお風呂がやばいよ、きついよ、死ぬよ。その後夜ご飯もあって、そこでも飲めるので、ということで、あんまり時間もないので、行きますか。めっちゃ余裕だよ、今日は。4時半でしょ、夜ご飯7時でしょ、uh-huh. 2時間半でしょ。Yes.ただラウンジでビール飲み始めたら2時間ぐらいかかるでしょ。そしたらもう30分しかお風呂入ってない。それはないよ。急がないと。30分でちゃっとお風呂入って、no, no, no. バクバクバクっと食べてご飯。それはで、またラウンジ行ってこうビールだーっと飲んで、で帰ってきてこうベッドにパクッと。はい、そういうプランで行きます。私のプランが違うよ。私のプランが一緒じゃない。じゃあラウンジでちょっと飲み物が何かあるかを見てみて。ビールのお時間来ましたね、社長。もうさっきもビールの時間だったよ。あとでもビールの時間。タカは旅行するときにいつも全部ビールの時間だよ。急にめちゃめちゃ人が。このラウンジめっちゃおしゃれだね。人も増えてきたし、ね、まあ、夕食前時だからみんなちょっとラウンジで一杯行って夕食って感じかな。ということでビール。めっちゃ可愛いね、このコップ。テクノロジー自動で泡まで完璧。はい、はい、あれ本当に可愛いよ、めちゃめちゃ見て。生ビールですね。はい、乾杯。乾杯。おもちゃだよ。終わった。あー、うまい。なくなってしまいました。私は飲むのは始まってもないし。ちょっと社長、取ってきてください。なお願いします。なあ、あ今日ちゃんと仕事するから。なわけない。お願いします。のちょっとこれちっちゃすぎてあれだな。1時間で20杯ぐらいいそうだな、サクッと。えあー、リラックス。久々の日本感じておりますね。やっぱドイツもいいなと思ったけどね、日本かな。いいか、バレてますよ、タカ。何がビールが。はい、もう一回取り直して。テイク2。ここあれだよ、タカ。温泉卵。温泉卵が
体験で作れるって書いてあったでしょ。ここに書いてある。じゃあここに作り方、そうだよ、卵に名前を書いて、でこっち側で入れる。あ、ここで温泉が入ってんだ。で温泉卵になるんだ。面白い。わあ。じゃあちょっと庭の近くに行きましょうか。滝があるの、かわいらしい。そう、いや全部かわいらしいよ。ここでご飯食べれる。まあ俺たちは違うと思うけど、今度多分一番高い部屋を予約したらここで食べれて、中庭を見れるんじゃない。いいこれは欲しいよ。やばいね。じゃあお風呂に入りましょうか。ではでは、ディナータイムだよ。もうちょうど7時だよ。そう、お腹、お風呂入ったらお腹減ってきた。ということでご飯行きたいと思います。はい、ではでは乾杯。乾杯。いただきます。なんか綺麗だね、このあれ、アジサイだよ、ね、いろいろなんか美味しそうなものたくさんついてるよ。これなんかクリームチーズにウニ、美味しいよ。あとはタコ、タコさんじゃん、タコ、俺の大好きなタコ。なんか全部味付けがめちゃめちゃいいよ。はい、ありがとうございます。やったね。ではお作りのご説明させていただきます、はい、左からが中トロ、赤サバ、カシマアジの順でございます。今日のお刺身、いろいろ味変化が楽しめるよ。大根おろしとかを巻いた。おいしい、さっぱり。はい、おぉ、はい、甘いですけど、ありがとうございます。うまそう、超おいしそう。なんか焼肉みたい。めっちゃ美味しそう。あ、素野菜も。あ、はい。これもカラフルで全然いい感じ。椎茸めっちゃ美味しそう。あ、そうですね。はい。これ練り込みました。ちっちゃいのお好みのタイミングで。はい。ありがとうございます。美味しそう。うどんもうまそう。めちゃめちゃ来たね。じゃあこちら、サラインの肉を失礼いたします。では料理長おすすめの食べ方で、こちらお湯につけていただいて5秒ほどですね。で、はい、こちら少しお肉の色が変わったくらいで、美味しそう。お好みに合わせてもう少し火を通しますがよろしいですか。大丈夫です。はい、ではこちらです。失礼いたします。お肉の旨味が閉じこもっておりますので、はい、お熱いうちにどうぞ召し上がりくださいませ。ホルモンでもお野菜でも入った視界気を取りまして、お召し上がりお餅ですね、お餅でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いただきます。溶けてる。美味しいですか。めっちゃ色良くない。半分生だけど5秒でサクッと。 あれめっちゃ柔らかいよ。信じられないぐらい。よかったね。日本に帰ってきてよかったね。本当にここからもう落ちてくるよ。うわ、うまそう。うわ、うまそう。タカがいただいてる間に見てください、これ。このちょっと赤い、赤らんでる。いただいてる間に私はこの野菜入れる。これは別格。マジで甘いね。ね、溶けるでしょ。めちゃめちゃ甘いじゃん。うまっ。このサーロインやばい。これあと2枚俺が食べよう。じゃんけんする。勝った人が2枚食べよう。じゃんけん。2枚か0枚か。No. 1枚でいいの。 No. Yes. 2枚食べるチャンスが今あるよ。 No. 大丈夫。1枚が欲しい。このキャベツめっちゃいい感じだよ。キャベツとタン、キャベツタン、こんな感じ。もみじおろしめっちゃ美味しかった。うん、てかタンをさ、しゃぶしゃぶするんだね。牛タンをしゃぶしゃぶって俺聞いたことなかったよ。うん、でもタンはあの焼肉にした方が美味しいよ。正直ですね。来ましたね、デザート。このデザートだったら入るよ、普通に。フルーツとシャーベット。
味がしっかりとなってるよ、このメロン、うん、ごちそうさまでした。はい、お部屋に戻ってきました。よいしょ。おー、布団が引いてある。綺麗に豆腐みたいに布団が引いてある。豆腐みたい、ぴったり。何の例えなの。もうお休みだね。きついよ。さあ、うん、さあ、ばあ、うわ、ああ、電気消して。これ一人用のベッドだから戻ってください。これ俺そっち出んの。はい、戻ってください。落ちてった。おやすみなさい。おはようございます。朝ごはんの時間になりましたので、今ビュッフェの方に向かってます。おはようございます。お名前は、まあ、タカがいろんな日本食的なものを選んだけど、私はドイツ食的なものしか食べないよ。はい、ということで今チェックアウトしました。この動画はここで終わりにしたいと思います。グランディア放線の動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。こちらです。後ろは私たちは今からもうちょっと福井県を楽しみたいと思いますので、それは次の動画で見てみてください。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。